今週のイーゼル芸術工房イーゼル。ロボンです。先週の水曜日、僕たち久々に釣りに行ってきました。結果はね、一匹も釣れなかったんですけれども、久々にリフレッシュができて楽しかったです。5月31日には僕たちの家の近くにある原川親水公園にて第1回ダル祭りが行われました。久しぶりに見る本物のホタルはすごく幻想的で綺麗でした。また来年楽しみにしています。そして明後日6月6日金曜日は大晦日にも参加させていただきましたファイブアップ吉本のイベントにもう一度参加させていただきます。今回もオールナイトイベントということで、23時開演、朝5時終演予定ということで、前より3000となっております。ぜひよろしくお願いいたします。暑い日が続いておりますが、皆様体調にはお気をつけください。それじゃまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。